あ俺てかさっきなんかみ見,見てたあの、ポッドキャストの一覧サイトみたいなのってど、どれの話ですか？ああ、ツイートですかなんか、ああ、これか。杉晃平さん。GitHub の,のやつか。そうそうそう、杉晃平さん。うん。ああ、これか。ああ、あれだったったった。ポッドキャストフリークス。ええこんなんあるの。近頃、流行りの日本系、日本語テック系ポッドキャストのアクティビティをまとめたサイトです。 うんこの人自身も、ポッドキャスト好きの3人組は、ポッドキャストについて話す番組やってるらしいですね。<laughs> すごい、メタ,メタですね。<laughs> <laughs> 面白い。もしかしたら、ここでも取り上げてくれたりしてるのかな。メタだな。メタですね。面白いね。ポッドキャストを取り上げるポッドキャストっていう <laughs> <laughs> あ。でも、今。 面白いなエピソード数1エピソード数相当ができるんですけど、うん、結構何て言うかやっぱ少ない少ないっていうか僕らが多いのかなベース的には、うん、ああ、ね、いや30エピソードでも割と上位だなと思ってうんまあ週1ペースでやってるっていうのは 多くないんかでも個人レベルでちょっとやってみたっていうのが結構多いんじゃないかなそういう意味ではまあ僕らは割とコツコツ週1で配信してっていう感じだからもうちょっとでグッドパッチを抜けますよ、うん、でも,もうタクラムキャストって意外にこんな配信してるんですねめちゃめちゃ配信してるタクラムキャストはめちゃくちゃやってますよこんな配信してるんだ毎週月曜日に23本出してるから ええー、すごいねうんこんな出してるんだえでも23本で済まないぐらい出してる気がするけどでも結構タクノキャストラフに撮ってるんでうんなんかたまに飲食店の音が入りまくってる中喋りながらやってるとか <laughs> あ<ー>そういうのがあったりとかはいはい、はい、うんすごいなこんな出すんだ 前僕も出してもらったけど、本当に iPhone で、iPhone の、iPhone ポンと置いて、それで録音するみたいな感じなんで、うん、カジュアルにいっぱい出すって感じでやってると思います、ね、うーん。まあなんか、最近の情報発信の方法としてはね、すごくいいかなって思うけどね。うん、まあいい、いい側面と悪い側面、両方あると思うけど、もちろん。まあ企業系ポッドキャストだと一番やってんじゃないかな。 うん、いや、でも、こんなやってると思わなかったな。だって、言ってもさ、そんな長くないでしょファーストエピソード、2016年。あー、まあ、割と古いのか、でも。ええー、すげえな。うーんもうすぐリビルドに追いつくじゃん。ーー <laughs> リビルドって結構昔からやってるじゃんって。リビルド2013年なんだ。すごいな。ねえ。 いやでもあれを一人でやってるのはすごいよな、うん。だってこのさ、ポッドキャストフリークスのさ、ファーストエピソードでそうとするとさ、リビルド4番目だよ。<laughs> 2013年って <laughs> よ。上から4番目。古い順で。すごいね。うん。そのうち多分一番ちゃんと更新されてるしね、リビルドが。この上位で見ると。<laughs> 確かに。 その次バックスペースって感じかな、やっぱり。バックスペースもす,すごいな。うん。面白いね、このサイト。うん。へまあなんかでも、僕らももう半年は続いてるからね。半年以上。そうっすね。ん半年今月で半年なのかな ?11 月からでしたっけ 11月末、まあ12月の初めとして。もう半年とか、もう半年だ。今月末で半年ですね。まあエピソード数としては、あの、いっぱい出してるときもあったから、もう半分以上いってるんだけど。オッサンエフェム百137回やってるんだ。<laughs> そう、オッサンエフムね、地味にね、結構、ちょっと前からやってんだよね。<laughs> すごいな、ね。なんかもともとオッサンエフェムって確か、あの、ハテナの社内向けに、 その社長のクリスさんがなんかちょっと話すみたいなやつだったんだけどへーそうなんだ確,か確,か確かそうだった気がする、うん、だからハテナってあの昼休みの音が学校のチャイムの音なんですけど <laughs> そうなんだ <laughs> そうそう今,今はどうか分かんないけど学校のチャイムの音で大学みたいな雰囲気にしようとしてたから多分そ近藤さんが。 だからそういうふうな感じだったんだけど、だからそれの影響を受けてなのか、オッサンヘムも、えっと、チャイムが入ってる時がありましたね。<laughs> そうなんですチャイムの音から始まるみたいな <laughs> <ー>、うん。今はもうなくなっちゃったんだけど。<laughs> 面白い。昔はそういう音が入ってましたね。確か、そこからオープニングの音が入って、チャイムので始まるみたいな。週何回毎週でしたっけ おっさん FM も毎週金曜日かな、配信は。うん。うん。まあでもおっさん FM も、まあテック系っていうかね、テック系の人たちが、おじさんが話してるっていうだけの。<laughs> 話してる、<laughs> 話してる人がテック系っていう。<laughs> っていうだけなんですけど、ね、<laughs> だからもうほとんど映画のネタとか、そういう話なんだけど、まあでもたまになんかね、 <laughs> 家庭内でのノーションの使い方みたいな話とか <laughs> 突然し始めるから <laughs> まあテック系っちゃテック系のもまあでもそうじゃないと続かないよな <laughs> そう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 思うう,うんまあでもなんか、ね、逆になんかこうなんかバリバリそういうのずっとき聞き続けるっていうのも大変だからまあだからおっさん編は僕はすごいいいポジションだなって思って いや結構たクラムキャストすごいなと思うのがずっとその、まあ、広い意味でのデザイナーの話をずっとしてるんですよね <laughs> うん。まあそれはいろんな人が登場するからなんですけど、はい、だからそれ続くのすごいんだけど、まあ、若干疲れる時もあるっていう。<laughs> ああそうだよね。まあだからミサイズ FM もそういう意味ではのんびりな感じも入れつつ 大事な話もするっていう感じの立ち位置でいきたいなって思ってやってるけどねいやだからサブトピックスはその息抜きとしてちょうどいいですよ <laughs> <laughs> 仮想通貨並みのあの長い話をするのはやっぱしんどい <laughs> いやあれはでも聞いてる方もしんどいから本当。うん、僕編集してでもきつかったもんね <laughs> 初めて編集してきついと思ったもんね <laughs> 編集ってさどうしてもさこう聞いてカットして、うん、なんかつなげてっていうのをやるからもう一回聞き直してみたいなのをやるから、うん、まあやっぱりその実際に収録したやつ1本分丸々以上聞いてるんですよね確実にだからあの結構大変なんですけどそういう意味では、まあ、長くなれば長くなるほど大変だしなんかそれを何回もこう聞いてるからさすがにこうきつ,きついなみたいなのになってきて。<laughs> まあでも勉強にはなりましたけどね。そういう意味で。<laughs> 何回も聞いてるんで <laughs> <laughs> あ。メルカリも結構。企業系にしてはコンスタントにやってるんだな。えー、そうなんだ。2016年からやってて、2021年5月も更新されてる。うんえ、エピソードはどれくらいなんですか ?79。え結構やってるね。うん、頻度はそうでもないけど。 まあでもなんかこういうのを会社の業務でやれるんだったら全然やりますよって感じだっけどな僕はもうで個人でやってるから <laughs> まああとブログ書くより楽な気がするんだよなそのあまああのね、うん、そうだよねみんなでやる分にはうんまあ話すだけだもんねそうそうまあある程度こう情報収集とかなんとなくか言うことをまとめるとかっていうのはあるかもしれないけど、うん、まあでもブログ記事ほど 精度が求められないいっていう感じですよね強制力があるから <laughs> 強制力いやそのブログだと一人で書くじゃないですか、うん、でポッドキャストだと二、まあ、人で撮ったりするとさその時間があるじゃん時間が来るじゃないですかそれまでになんとかネタをこう作らなきゃっていうふうになるじゃないですか <laughs> まあそれはね当初から言っている通りインプットとアウトプットを ちゃんとしててていいくっっう話だからまあ意図通りって感じですよね、うんうん、まあでもこういうの,リ,あのリビルドは確かあの書き起こしあの有料メンバー向けに書き起こしとかもやってる気がするけど、うん、やっぱりこういうポッドキャストのさ、まあ、デメリットというかそういうところとしてはなんかやっぱり全部聞かないとなんか中身がわからないっていう,うんその分時間を使わなきゃいけない,っい、ね。かかりが難しいっていうのありますよね。 まあ、テキストとかだったらね、普通に検索で引っかかってきたり、ワードで引っかかったりするんだけど、でこう見てもらえたりとか、まあ、バーっと流し読みするみたいなことはできるじゃないですか。あとでも、ポッドキャストはやっぱりなかなかそれが、まあ、早送りして聞くとかっていうのはしてる人たまにいますけど、難しいんで、うんなんかそういうデメリットっていうのはもちろんあるのかもしれないけどね。あるなあそこは 引き起こしのサービスとかも最近はいいのがあるのかねあれなんかこういうリバーサイド FM みたいなポジションというか Spotify だったっけ ?Apple だったっけどっちかがいいそういうのやるって言ってたような気がするけどうーんあ、Spotify か Spotify ポ,ポッドキャストに自動文字起こし機能を追加あああったね、そういえば。 まあなんかそういういのをプラットフォーム側がやってくれるようになるにはいいです。うんまあでもなかなか日本語対応するのは難しそうだけどね。うん、まあでも最近日本語のなんか書き起こしもだいぶ精度上がってきたし、なんかね、多分自動でやってちょっと編集すれば OK みたいな感じになるといいんだけど。検索に使う程度だったら、なんとかなったりしないのかな。 確かなんか宮川さんも初期それな,な,なんかで文字起こしして自動文字起こししてそれを検索にインデックさせてってやってるって言ってた気がするうーんあそうそうたまに YouTube はいあの僕らの YouTube のあの YouTube に字幕機能あるじゃないですか、うん、あれで見てるんだけど意外にちゃんと文字起こしされてますよへえそうなんだうんなんかね YouTube のトランスクリプトも、なんかどっかに表示してくれたら嬉しいんだけどな。なんかあの Apple の w l d c のセッションのビデオあるじゃないですか。うん、あれってトランスクリプトを表示するって確かできたんじゃなかったっけ日本語はできないのかなでも。<ー>英語だけかもしんないけどト。トランスクリプトだけを出すってことそのなんかビデオの下になんかバーッと字幕をバーッて書いていく。 書いてあってで、それクリックすると、そこに、そのビデオのところに飛ぶっていうのがあって、へー。その時間のところに、タイムラインのところに。へー。あれあるとね、割と便利なんだよね。いいっすね。あの話してるところどこだっけなっていうのを見たり、あ,<ー>あと、まあ単純にコピペして、コピペしてなんかこう、しやすいっていうかが。YouTube にも欲しいなそう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 、それを僕もなん YouTube に欲しいなと思って。なんか最近検索すると動画出てくるじゃないですか。 まあ多いし、うん、でも何か何か特定のし調べ物をしてて動画見るときって早くそれに行き着きたいから冒頭の何かこうやつとかスキップしたいんですよね何、うん、かこうああはいはいはいまあ僕らのポッドキャスト YouTube で配信してるやつも一応あの何かこうセクションというか、うん、一応そういうのをんとなくつけてはいるけどねそういう意味では。 ポッドキャストフリーク。一週間でどれぐらいツイートがあるかっていうのを見れるの面白いな。<laughs> リビルドすごいな。<laughs> リビルドはすごいよね。まあ、でも意外にリサイズ FM 上位だな。一 <laughs> 週間6件とかでも。頑張ってるね。まあ、ほぼ僕らなんだけど。<laughs> そうね。 まあでも僕らもアフタートークも含めたら、週2、3本のペースで、2、3本どころじゃない可能性もあるけど。4本ぐらい出てる時もあるけど。ちょっと僕はアフタートークを完全に観測できてないですからあ、出てるなっていう感じだから。しれっと出すから。今日も、 今日,かな今日じゃないか昨日か金曜日 <laughs> もう出してますよ <laughs> そうなんだそうそうそう <laughs> あの今日だからあれもなんだっけデザインリサーチの教科書の話が本編であったと思うんですけどあそこであの入りきらなかったやつ一部カットした部分があるんでそれをアフタートークで出してますね <laughs> いやなんかしれっとしれっとすぎじゃないかなと思って <laughs> <laughs> そうねまあ、もうちょっとつぶやいてもいいかもなんか最近だから僕割とアフタートーク作って出してるじゃないですか、うん、でまあなんかいろいろタイトル決めるわけよまあもちろん <laughs> <laughs>、うん、でなんか最初はさもうなんか適当に何々の話の続きみたいな感じにしてたりしてたんだけどなんかやっぱりそれだと若干こう引きがないなみたいな感じになったりとかしてうん で、なんか、引きがありそうなタイトルを無理やりつけるみたいな、こうスマートシティを作る話みたいな。<laughs> <laughs> でも結構それで、なんか変わ,変わってくるんじゃないかなって、個人的には思ってるんだけどね、やっぱり。まあ、そうっすよね。うん、変わることは分かっているが、うん、<laughs> なかなか難しい <laughs>。そうですね。いや、リビルド。 そこすごいんだよな。なんかちょっとおしゃれなタイトルつけるんだよな、宮川さん。<laughs> うん、バックスペースとかめちゃ長いっすね、タイトル。あ、そうなんだ。うん。いや、もうこれもポッドキャストフリックスで今見てんだけど。<laughs> あ、ほんとだ。長いね。文章ですね、もう。文章。バックスペースって提供ついてるんすね。 フェンリルが、うん、<laughs> まあそれぐらいになると提供がつくのかもしれないですねまあ確かにリビルもついてたもんな CM とかうんいやそれぐらいになりたいっすね提供何々の提供でお送りしてますみたいな <laughs> ちょっとグッドバッチとか提供つけてくんないかな <laughs> いやーグッドバッチはやんないよ <laughs> ッックパッドに提供してほしいなはてなと <laughs> 僕がベタをモブしてるサイドキックブラウザーに提供はついてほしい。<laughs> そこタイトル悩ましいなと思うのがこなんかちょっとシュッとした感じにするのか、うん、もうちょっとなんか引きがなんうの中身が想像できる情報量が多いタイトルにするべきなのか。うん 悩まましいいななといつもも思ってますあなんかでもねそういう意味ではあのサムネイルの制限はなくなったので、うん、まあ別にサムネイルだからっていうこともないんだけど今までも2行にしたりなんかしたことあるから、うん、だからまあ別にそんなわけでもないけどサムネイル最近変えたじゃないですかあの画像のやつに、うん、であそこにタイトル書かなくなったんでうんだからもう別に長くしてもらってもいいですよ。<laughs> あ 試ししに長くしてもらってもいいですよもう全部森とかね <laughs> <laughs> とにかく何かのキーワード引っかかれみたいなこう <laughs> お財布は割と短めなんだなそうねお財布もサムネイルに書いてるから割と短めのタイトルになってることが多くて、うん、なんかこれなんかその配信内でも話してましたけど、うん、クリスさんがなんかいつも決めてるらしいですね タイトルを絶妙なアンバいのタイトルをいつも考えて決めてる人。<laughs> <laughs>